はい、皆さんこんにちは、こんばんは、こんぬです。ツイッター名、ラッシュンさんっていう方のオリパを買わせていただきました。じゃあ、フルヘッドさん対抗オリパ後編と行きたいと思います。こちらもまた10パックありますんで、楽しみ。多分ね、5枚ぐらい来るんじゃない ?5 枚ぐらいまた。11パック目せーの、じゃん!お?スリーブが赤色ですね、赤色。はい、表がプティンですね。裏側が、はい、孫悟空とスリーブがあります。スリーブがありますよ。さあ行きましょう、せーの、じゃん!おぉ!おっしゃ、10倍か 4.5 クルじゃん。やった。おっしゃ。あれ、一時期高騰してて4000ぐらいしてましたね、一時期。今ちょっと下がってきましたけど、かなり高かったカードです。さあ行きましょう、せーの、じゃん、太鼓。あ、後ろはコモの孫悟空。前がビルさんで、ビルさんと悟空なんでベジータ、ひょっとして。ウィスさん。さあ行きましょう、せーの、じゃん。おぉ、欲しかったやつだこれこれ Z デッキ作るのにいいんですよ。これ Z デッキ作るのに、まあ、これ単体で打撃が強いわけではないんですけど、Z のねダメージが 1.5 倍になるようなカードと組み合わせるとかなり強いカードになってます。やったー。13パック目いきましょう、せーの、じゃん。こちら表がクリリンですね。で、裏がはい、グルドさん。またスリーブがあるんだけど、最高クリリンからの、おぉ、よっしゃ、俺魔人島欲しかったんですよ。魔人島は超欲しかった。なぜかっていうと、チャージインパクト速度、シャンパじゃないけど、相手の戦闘力が8000以上の時、敵チームのチャージインパクトスピードを超速くするってことで、ゴッドボス対策になるカードなんですよ、結構これって。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。続いてはこちら。もう出ないでしょう。はい、表がビビリで、裏がボーン将軍ですね。続いてはこちらです。はいはいはい。スーパーレアのベジータゼノでございます。で、最強初生のジャーン。表は魔人ブゼンで、裏が、はい、ザーボンさん。スリーブはないけど、なんか、キランっていう光り方が見えた今。ひょっとするかもしれない。いこせーの、ジャーン。おっしゃ。ノースリーブからのアルティメット今、おっしゃ。やばい。いや、確かにこれフルヘッドさんに対抗できるよ、これ。やっぱすごすぎる。最高性能、じゃん。今度は、スリーブが緑ですね。こっちがバーダックです。コモのバーダックで、裏側は、じゃん。はい、ザーボンさん。さあ、続いては何が来るんでしょう。さあ行きましょう。せーの、じゃん。マジか出すぎ。やばいよ。ドッカンバトルでいうところの SSR がバンバン来てる感じですよ。皆さんね、わかるかと思うんですけど、最後、せーの、じゃん。はい、表がレアのミラですね。で、後ろが、プイプイということで。まあまあ、ここまで当たりきてたんで、今回は当たらないでしょう。最後、せーの、じゃん。おー、キャンペーンのトランクスゼノということですね。最後、せーの、じゃん。おー、1枚目からアルティメットゴアスさんが来たよ。で、裏が銀色。さあ、真ん中は何でしょう。最後、ゴアスさんからの、そうだ、ゴアスさんからの、真ん中にゴアスさん入れたかったんだと思う。で、それが前に来ちゃったっていうね、パターンだと思う。俺、びっくりした。後ろが銀色で、前にゴアス様だから、大当たりで、さらに中にアルティメットがあるのかと思っちゃった。19パック目いこう、せーの、じゃん。アルティメント来るものとしてあげちゃうよね。さあ行きましょう、せーの、じゃん。はい。そうですよね。そう、うまくはいかないですよね。さあ行きましょう、せーの、じゃん。後ろの色がね、さっき銀色とかすごい熱かったじゃないですか。後ろがね、じゃん。金色。で、後ろなんだろうね。はい。後ろを孫悟空だ。これスリーブはないから違うパターンか。俺、ぬか喜びか。俺、スリーブの色で決まってるわけじゃないんだ。最高、せーの、じゃん。おお、来た、やっぱり来た。ということで、アルティメットが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12枚。もう2分の1どころの確率じゃないですね。1万円でこれ買えないですよ、1万円で。元々が、フラヘッドさんの対抗リパっていうことで作られてる。要は、同じぐらい出ますよっていうことで作られてるリパなんで、僕だから特別出たってわけじゃないでしょう。はい。ということで、アルティメット出まくりということで、はい。もう気分いいコンドでした。気分最高。